アレアクサンドラサスノビッチはベラルーシミンスク出身の女子プロテニス選手。現時点ではまだ WTA ツアーでシングルスダブルスともに優勝はない。自己最高ランキングはシングルス30位、ダブルス45位。身長 174cm、体重 60kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。8歳からテニスを始める。 2010年にプロに転校。4大大会では2014年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦でアンナ・カロリナ・シュミエドロバを6から4、6から3で破り、2回戦で第10シードのキャロライン・ウォズニアッキに3から6、4から6で破れた。2012年からフェドカップベラリューシ代表に選ばれている。フェドカップ2017では1回戦で、 オランダ、準決勝でスイスを破り、決勝に進出した。決勝ではアメリカに2勝3敗で敗れたが、ベラルーシの準優勝に貢献した。2018年は開幕戦のブリスベン国際で決勝に進出。エリナスビトリナ226、16で敗れ準優勝になった。2018年全豪オープンでは3回戦まで進出した。ウィンブルドンでは1回戦で、 第8シードのペトラ・クビトバを6から4、4から6、6から0で破る宿を上げ4回戦に進出した。4回戦でエレナオスタペンコに6から7、0から6で破れた。全米オープンでは3回戦で優勝した大阪・直美に06、06で完敗している。2019年全米オープンではビクトリア・クズモバと組んだ女子ダブルスでベスト4に進出している。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。